最も大きくなるのがこのムーンガトラです。別名ベリアトラとも呼ばれ、中国東北部からシベリアなど最も北に生息、比較的寒い地方の森林で暮らしています。鮮やかな縞模様は森林や草むらで虎の体を見事に隠し、獲物に気づかれずに近づくことができるのです。あそこへ。また虎は他の地元の動物とは違い、隠れて泳ぎが得意です。暑い日には店内に水浴びをしている姿がご覧いただけます。寒い虎は現在野生では約450頭しかおらず、絶滅が存在されています。続いてホワイトタイガーです。ホワイトタイガーはインドのベンガルトラの発色原種です。表紙の色はブルーで、その天気の色はオレンジ色をしています。ホワイトタイガーと違い、暖かいところに生息するホワイトタイガーは体が小さいのが特徴です。それ銀色してるね。野生では見ることができず、1951年、インドで捕獲された